お疲れちゃんです。ラットです。ということでね、今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、これじゃないな、こっちですね。はい、エリゴレスパーキーをね、紹介していきたいと思うんですけど、エリゴレスパーキーね、前にも、ちょっとね、あったんですけど、またね、なんか、迫撃砲が、入っていたり、ファルチエとかランバーとか入って、しかもね、スケルトンとコウモリがあって、より高回転になった。またなんか変な形なんですけどもね、今日はこれを、使っていきたいなと思います。でこれなんですけど、12勝でね、見かけました、グラチャレ。はい、なのでまあぼちぼちはね強いんじゃないかなと思います。なんか最近グラチャレ12勝で見かけた、なんかこのデッキみたいな、なんか12勝紹介するボットみたいななっちゃってますけど、まあね、ちょっと面白いデッキだなと思ってね、今日はこれを、使いたいなと思います。でさっき何回かね使ったんですけど、迫撃でなんかね気持ち攻めて迫撃を置くと、相手はねその受けとしてまあ何かをね出すじゃないですか。例えばジャイとかねが出てきたら、それに対してスパーキーをまず合わせて、そのままね処理してカウンターでエリゴレをつけて、もう GG といった感じが理想かなと思いました。ですので、まずね迫撃がある場合はしっかり迫撃で攻めていきたいかなと思います。でこれまた難しいところですね、アイスウィズ。まあこれ一回ちょっと様子見。アイスウィズのタルババで、相手のデッキはロイジャイとかかな、スケランの可能性もありますね。で、このデッキが、12勝1敗でクリアされてたんですけど、唯一負けてたのが遅延スケラでしたね。まあ、スケラの受けがちょっとね、苦しいかなっていうのはありますね。はい。というところで、相手が出してこないので、また難しいですけど、まあ、スパーキーぐらいならね、全然後ろから裂いてもいいかなと思うんですけど、まあ、相手がね、ちょっと、この逆裂来た時とかのトリトンとか施設とかもないので、このデッキにはね、まあ、しっかり正面で戦いたいデッキですね。ファルチェとかもすごい強いんですけど、まあ、トルネードがないのがね、また、このデッキのちょっと難しいところではあるかもしれませんね。はい。まあ、なんで、ちょっとね、待ちたいなと思います。はい、先日、ケンツドズさんとコラボ動画撮って、めちゃくちゃ、なんか久しぶりに実写動画だったんですけど、髪がもう長すぎだったんですけど、切りましたね。はい。よいしょ。あ、来ましたね。早速、言ってたやつが。遅延スケラですね。まあまあ、僕はでも勝ちますよと。ここで、はっきり言って、エリゴレ、間に合い。OK、危ねえ。で、ベビドラ咲いてるんで、パルチェの、おや?トレーニングきますね。なんかすごい、相手のデッキが、遅延スケラの、陸の枠がムートのやつですね。これまた懐かしいですけど。これまた懐かしい。これでも形組むと僕の流れですからね。で、ここは、迫撃でいいかな。ベビの竹取りつつ、スケで回して、エリゴレを、おれ!来た。で、これだって、相手のベビーを焼けるともうこっちの勝ちですからね。頑張れ。で、これトルネ裂いた後に、コウモリ追加してあげて、まあ、攻め迫撃も置いてあげて、まあ、どんどん追加してあげて、まあ、フィニッシュかな。多分さすがにこれね、止まんないんじゃないかな。で、ファルチも構えつつ、よいしょーって言ったところで、一体何が起きたんだって感じではね、あるんですけども、はい、そういったデッキになります。なんかカウンターでもエリゴレつけて、ボーンって、まあ、エリゴレ自体が、結構そういった、まあね、カウンターでエリゴレ端前バーンで、まあ、タワー折っていくって感じなんですけど、エリゴレのね、HP が、全部の形が 10% ずつこうダウンしたっていうので、エリゴレのご利用視力が前よりはね、下がっちゃったんですよね。なんで、最近ね、エリゴレ入りの、スケルトンラッシュであったり、エリゴレ入りのまあこういった迫撃、やったり、まあ、エリゴレだけではやっぱ突破できないのを、まあ、このランバーとかが入って、その火力をね、サポートするような、編成が増えましたね。なんで、エリゴレプラススケラ、エリゴレプラスこの迫撃ランバーのレイジーだったりね、エリゴレだけでは攻めきれないのを、こういったね、周りでカバーしてるデッキがちょくちょくね、増えてきましたね。なんで、エリゴレもまだまだ使えないことはないよねっていう強さではありますね。まあ、若干、強いのではないのかなっていうのはありますね。エリゴレがちょっと切っちゃってますね。また一周回って。で、ウッドとプリンセスだったので、コカッちゃんかな。すごいコカッちゃん集はしますね。コカッちゃん、
あれ違うわ、全然違う。アイゴレプリン、ホグですね。で、ウッドフリーズかな、ワンちゃん。ウッドフリーズか、まあ、ミニペッカがあるでしょうね。まあ、わかんないですけど。あ、ゴブリン。あ、フリーズですね。ゴブサンガゴミニペのウッドフリーズじゃないのかなと思います。で、ホグの受けは、まあ、ランバーか、スパーキーか、まあ、迫撃かな。理想としては。ね、一回防衛迫撃置いちゃおうかな。そしたらこのプリンセスも、まあ、アイゴレで多分延命してくると思うんですけど、このプリンも処理できたらすごいありがたいですね。え？ああ、これルート強制はうまいですね。ワンチャンフリーズきますけど、さすがに、まあまあまあ、といったところですね。これは一回攻めてみたいんですけど、ホグ、ミニペッカでエリゴレ簡単に処理されるのがちょっと嫌なので、一回ね、ここで、でも逆サイホグミニペとか来たらエリゴレで釣るプランで、よいしょ。三角はね、若干厄介ですね。コウモリだと処理しきれない部分がありますね。よいしょ。あ、一体優秀なやつがいますよ、マジで。まあでも、ここはファルチと、まあ、スケで防衛できますね。で、逆サイ来ても迫撃避けるといった感じで、ここはまあ戦わせつつ、これですね。これが守れないですね、僕としては。結構。で、迫撃1個内側に行っちゃった。ワンチャンフリーズ来る。だよね。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ。で、相手は、スパーキーの防衛を絶対フリーズでやんないと守れない人なので、よいしょ。ここ延命されるとちょっと厄介ですね。危ない危ない。で、ここファルチかな？こっち側のファルチで、気合で。OK。ここはあと許容します。で、エリゴレつけて、で、フリーズ防衛しか相手は絶対なくて、逆にフリーズ防衛されるとこっちもきつい。で、これ遅れてランプ追加しようかな。よいしょ。まあでもこれ、突破できないですね、これ。結構、相性悪メシアンみたいなとこありそうだけど。相手の防衛が綺麗ですね。よいしょ。あ、でもこれは、迫撃が通る。あれ？迫撃？迫撃頑張って。あ、これスケで延命するけど、結局プリンのね、餌になっちゃいますね。こうワンチャンフリーズ警戒したいですね。あ、警戒したいですねって言って警戒してたけど、警戒してたけどみたいなのがありましたね。これはファルチでいいかな。ミニペッカ。あ、サンガゴ、届け！届け！君の射程で届かして。でもエリゴレが結構入る。うん、君気合が足りない。君気合が足りない。よいしょ。ここでコウモリで先に処理からのフリーズ警戒して、オッケーオッケー。後からね、出します。で、フリーズ使ったので、また後ろからスパーキー展開していきたいですね。で、ファルチでいっか。なかなかハードな試合になっておりますね、今。ちょっと遅れたので、確実に夜位置に出してあげて、防衛迫撃がプリンスと多分処理してくれますね。でもワンチャン振り付きますね。よし、まあ、分かってるけど、この相性がちょっと辛いかもですね、マジ。OK。いや、ワンチャンあるかな。ワンチャンこの気合で突破できないかな。いや、でも、イヘンファルチェ、君にかかってる。エリゴレ。いや、これは無理そうですね。ちょっときついね。これはちょっときついね。まあ、ないこともない。ないこともない。スパギがこっちに来るでしょ。そして、ワンチャンある。気合が違う、ワンチャン。まあ、ラストにフリーズ来るかわかんないけど、え、歩くね、これ。奇跡。もう正直ね、諦めてた、僕は今。諦めてたけど、ランバーが奇跡を起こす。危ねえ。正直ね、もう諦めてましたよ。もう動画の下のテンション。ラット、負けそうだなとか、誰もが負けたんだなと思ったところをね、まあ、勝っていくと、危ないですね。よし。おい、また日本人ですか？しかも、この方はですね、スパーキーの方だったと思いますね。スパーキーで、結構ね、うまい方でございます。なので、まあ、スパーキー対決かな？わかんないけど。コウモリ。はい。
コウモリスパッキー説はありますね、まだ。なんでまあ受けから行きたいですけど、ワンチャン一緒、ワンチャン一緒、さすがにないか、さすがにないから。いやでもあっちの方もこう調べてね、このデッキ強そうってなって調べてる可能性もあるんだよね。とりあえずね、迫撃法を言っていきます。でこれに対して出してきたのを、スパーキーで回収したい。来ましたね言ってた通りのが来ちゃいましたね。これスケで一回クッション受けて、よいしょ、あ待って、ちょっと下手だった。オッケー。でこれにエリゴレつけると、その瞬間ガゴムレとか、え、マジで一緒じゃねこれ、え、マジで一緒説あるっすよね。え、違うのかな、たまたま、たまたま、あー違いましたね雰囲気あの一緒だったんで、ミラーかなーってワンチャン思ったんですけど、これがまた難しいですね。ディガー、おー、またすごいですね。スパーキーにディガー、あ、まあまあまあはちょくちょく見ますけど、おー、あ、君、俺の迫撃が無駄になっちゃったじゃないかいというところで、メガナイト、ファルチ、スパーキー、ディガー、ザップ、トルネっていうところで、形組み対決をしたときに、トルネザップで全部一掃されちゃうっていうのが辛いですね。なんで、僕としては、こう、迎え撃つと、ちょっと不利になる。まあ、トルネファルチザップなので、僕のファルチあるんですけど、やっぱトルネがないだけでも世界変わると思うので、これトリトンとか来たら発狂ですけど。オッケーオッケーオッケー。で、こう一回違う場所で竹取って、あ、これあれだな。結局、トルネファルチで一掃されちゃうから。オッケー、あれ、いいよ。頑張れ。メガネトミか。まあまあまあ、そうですね。あ、でもランバーが頑張れ。君は頑張れる。で、このメガナイトのジャンプは許容したいですね。相手ダメージを受けていきます。ああ、君。で、ここはさすがに、オッケー。このダメージはでかいですね。で、ここは一旦迎え撃つの嫌なんですけど、防衛ですね。防衛として、後ろからスパーキー出してきます。これもまたちょっと怖いですね。スケで気持ちタゲ取りつつ、あのファルチ、あのスパーキーをやりたい僕は。これザップってでも処理して、オッケー。スパーキーがたまたま居抜け。で、これも、迫撃で攻めていきます。ここをね。あ、ザップがない。ザップがないけども、よいしょ。さあ、今相手ザップ打ったと思うので、受けつつ、これ、メガナイトないので、ここで攻めて、もうこうザップで突破できるんですけど、1回目我慢しようかな。1回目我慢して、2回目ここですね。よいしょ。いや、いいザップ決まったよ。これは通ったんじゃない？さすがに。ランバーも走るし、迫撃もね、スパーキーも全部入ると。あぶねーちょっとね、今日は、グラチェラ、最近ね、ちょっとマルチやってなくて、おい、マルチやれやっていう、このね、僕の視聴者さん厳しいんで、まあ、僕はね、結構人に厳しい部分があるんで、まあ、それはね、全然いいんですけど、マルチやれよっていうのがある中で、グラチェラの中でもね、結構この、長浜ねるさんも、ね、結構日本でトップレベルの上手い方だと思うので、ここね、ちょっと2戦勝てたのはでかいんじゃないかなと思いますというところで、ネタデッキでしか見えないってね、思われる方は、ぜひ、使ってみてください。勝てますので。はい。というところで、こちらね、少しでもちょっと、ね、使ってもらえればありがたいなと思います。で、本日ね、キョキョさんとのコラボ動画も撮るので、まあ、後日ね、また多分、上がります。そちらもね、楽しみにしておいてください。もともとイケメンなんですけど、散髪して、よりね、イケメンになってね、僕の姿を見てください。はい。突っ込んでくれる人誰もいないですけど。はい。というところで、よければ、チャンネル登録と、高評価の方もよろしくお願いします。では。